何やってんだろうな。俺は当てどなく逃げ出して結局たどり着いた先がここかよ。ま、おあつらえ向きか。アッシュ。アッシュさん、よかった、やっぱり無事だったんだね。たく、心配かけさせやがって。てめえら、ランドルフまで。こいつは何の冗談だっつの。アッシュ、君はそれ以上近寄んじゃねえ。一体何しに来やがった。共和国が仕向けた暗殺者、皇帝を撃って戦争の引き金を引いた最悪の売国奴なんぞによ。ですが、それは。そうだよ、悪いのはアッシュじゃないわ。全部その左目に植え付けられてた呪いのせいだったんでしょ。あんたが気に病むことなんて。呪い？植え付けられた。だから何だって言うんだ。誰が何と言おうが、あの時引き金を引いたのは俺なんだよ。頭ん中で響く声と湧き上がる衝動に抗えもせず、14年分の恨みを、痛みを、手を下したわけでもねえ皇帝に八つ当たりのようにぶちまけたんだ。俺がもっと強けりゃあんな痛みなんざ抑え込めたはずだ。だが結局押し付けられた役割をまんまと果たしちまったわけだ。司書だかなんだか知らねえが、クソみてえな予言をまんまなぞってな。好き勝手にてめえの思う通りに生きてきたつもりだった。だがハーメルの惨劇も、お袋との時間も、別れも、第二分校に7組に入ったのも、最初からあの場面に向かうために仕組まれた流れだったわけだ。笑えるざまだろ、アッシュさん。失せろや、もう話すことなんざね。役者が出番を終えたらもう舞台を降りるだけ。あとはこの場所でくたばれりゃそれで。終わってない、まだ何も終わってないよ、アッシュ。何ができるかなんてまだわからない。それでもみんな精一杯、今自分ができることをやってる。アリサさんたち、7組の先輩たちも、カイリ君もパブロ君もタチアナも、トールズ卒業生のみんなだって。そんな時にあんただけ出番が残っていないなんて言わせない。だってあんたは私たち7組の一員でしょ。何が7組だ、甘っちょろいこと言ってんじゃねえ。こんなことになっちまった以上は変わらないと思います。何も。だって私たちはとっくに覚悟していますから。アッシュさんやあの人が背負ってしまったものを一緒に分かち合い支える覚悟を。お前が知ってるかは知らんが、今お前らの担任教官はピンチでな。帝国がおかしくなってるこの状況、黄昏ってのの引き金を引いたらしい。しかもヤバそうな状態のまま敵に拘束されてる。おまけ付きだ。それと比べたらお前なんかまだぬるいんじゃねえか。過去は変えられない、この悲しいハーメルのように。だが、
君が奇跡的に生き延びて導かれたことには意味があるはずだ。お母さんと出会って育まれて第二分校に入ったことだって、僕たちや教官と出会ったことだって。それが陛下を討つために仕組まれただけの流れだって。ふざけるな。君は本気でそう思っているのか。でもそれらが何の意味もない無駄なことだなんて思いたくはない。君だってそうなんじゃないか。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、7組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。君が得てきたものと君にかけられていた呪いは別だ。そんな簡単なことも分からずに引きこもるなら勝手にすればいい。だがそのことに少しでも理不尽さを感じているのなら、君にそんなことをさせた何かへの怒りを少しでも感じているのなら、その何かが今は君ではなく教官を苦しめているのだとしたら、アッシュ、君が本当につけるべき落とし前は何だ。クルト君、確かにアッシュさんらしくないのは間違いありませんね。ああ、落とし前もつけずにやられっぱなしってことだからな。ずいぶん首相になったじゃねえか。どいつもこいつも青臭すぎてヘドが出るっつうか、あのスカシ野郎にどんだけ影響されてやがんだっつうの。それは否定しないけどね。でもアッシュだって十分影響を受けてるんじゃない。ええ、ここに来ている時点で十分に青臭いのではないかと。そうだな、ラクウェルとどっちに行こうか迷ったのもあるが。アッシュ、そうか。てめえらの青臭さにほだされたわけじゃねえ。だが確かに落とし前をつける相手を見失ってたようだ、アッシュさん。青春しているようだね、学生諸君。こいつらは。ようやく見つけたよ、アッシュ・カーバイド君。他の7組諸君も一緒とは、さすが僕持っているじゃないか。なんだてめえら、どうして7組のことを。あのプロテクター、噂だけは聞いたことがあるぜ。結社が運用してるっつう強化良兵どもだったか。せっかくだから名乗らせてもらおうか。見喰らう蛇、第06強化良兵連隊隊長のギルバート・スタインさ。幾数年の血の滲むような訓練を超え、今帝国の土を踏ませてもらおう。結社の戦闘部隊、リベールの異変でも現れた。データベースで見覚えがあります。それにしてはなんか小物っぽいけど。小物だと。これだから学生風情は。まあいい、用があるのは主に君だからね。皇帝暗殺未遂の実行犯君。アッシュ、
まえに。君に表をうろうろされると都合の悪い方々がいらっしゃってね。お仲間ともどもおとなしく投降することをお勧めするよ。確かにそろそろ潮時かもしれねえな。だがこいつらは関係ない。できれば見逃しちゃくれねえか。アッシュさん、ちょ、何を言ってるのよ。関係なくなって。ほほう、見かけによらず仲間思いじゃないか。まあ僕は寛大だからね、聞き届けてあげないこともないが。連隊長？いいのか、オーダーには反するな。ふん、心配するな。というかあの赤毛は厄介だ。かなりの凄腕らしいからな。なるほど、連隊長らしい判断だ。さあ、そうと決まれば手を挙げてこちらに来たまえ。ああ、今だ。一旦引くぞ。この地形は不利だ。入り口前の広場で迎え撃つ。了解。そういうことなら。小細工を。